セブンデイズレフト、あと7日間。はい、ビート編の1日目ですね。またここから、これが俺の最後のゲーム。さあ、どうして最後のゲームって言ってるんですかね。俺のせいでエントリー量になったシキ、俺をかばって消滅したヨシュア、ノイズに消されたライム、死神になったビート、消えていった参加者たち。俺は負けられない。何としても生き残る。来た、ミッション。ゲーム1、マルシーに到達しなさい。ふんふん。めっちゃ丁寧口調やな。またマルシーか。ワンパターンだな。まずはパートナーだ。勝利の鍵はパートナーにある。またハチ公前へ行ってみよう。使えるやつがきっといる。使えるやつ。いやいや、でも前回生き残りはヨシアとネック君だけだったでしょ。もうおらんでしょう、使えるやつ。さあ、じゃあ8個行きましょうか。どうした、腹でも減ったか。仕事やる気が起きないのよ。やる気ね。んじゃゲームしようぜ。仕事もゲームにしてもらえば楽しくなんだろ。違反で。何なの今回のゲームは。さすがにルール違反じゃないの。やばい、だってこんなことなかったじゃない。ま、ギリギリセーフだね。ルールの網の目を絶妙にすり抜けてる。限りなく黒に近い白。ダークグレー。なんちゅう色や、ダークグレー。黒やん。小西さんなのに、全然いいとこ見せられないじゃない。鉄仮面ね。まあ、確かにここ最近の死神のゲームはおかしいね。3週連続で開催なんて俺も初めてだよ。コンポーザはどういうつもりなのかね。私はもっとこう、なんていうの。そう、やりがい。やりがいのある仕事がしたいの。どんな仕事も心を込めてやればやりがい出るってもんだよ。まあ、どっちの言い分もわかる。なんか刈谷が言っても全然説得力ないんだけど。こうなったら最高の仕事をしてやろうじゃないの。いいね。ま、俺らが現場に着くまで参加者が生き残ってればの話だけどね。さあ、ハチ公、おい、誰か。まだ契約してない奴はいるのか。おい。こんなオラオラ言っても誰も契約してくれんぞ。なんだ、またメール？追伸、今回の参加者数は1名です。検討を祈ります。 バカな、俺だけ？これじゃ契約できない。ノイズも倒せないぞ。こんなんで死神のゲーム3週目を開催したコンポーザーはね。グラさん、エントリー料はすでに取ってあるって言った。捕らえたのは他の参加者ってことか。くそ、初めから勝てないように仕込まれてたんだ。でも諦めるわけにはいかない。どうする？7日間、なんとかして逃げ切る。ダメだ。ミッションでノイズ退治が出た時点で。早速。ノイズか。今は逃げるしかない。うわ、懐かしいね。式編の1日目を思い出しますね。逃げるしかない。パートナー契約結んでないから戦えないんですよね。ちょっとドナルドダックみたいな声したけど。じゃあこの左上のね、逃げるから逃げましょう。くそ、こんなのゲームになってない。うわ、めっちゃわんさかわんさか。しまった、囲まれた。見つけた。死神、うずきかな。いたいた、残ってた。私のためによく生き残っててくれたわね。それじゃあ早速感動のエンディングまでカウントダウンスタート。10、死神まで9、ランタンのおごりラーメンだからね。8、はいはい、気抜きなさんな。仕事はまだ終わってないだろ。0。 7から0って早くね。それじゃあバイバーイ。ほんとね、うずきとキングダムハーツのラクシーヌはね、仲良くなれると思う。仲良くなれんかな？キャラ被ってるから仲良くはなれんか？どうなんだろう？似た者同士的な。おいおいおい。いくらなんでもこれはねえだろう。
汚しすぎんぞ、おめえら。参加者が一人なんてこんなひどいゲームありえねえ。コンポーザーが認めようが、俺は絶対に認めねえ。これそう、左右肩に乗ってるね、このノイズちゃんもね、このビートとね同じ格好をするんですよね。ちょ、新人何しに来たよ。あんたもしかして裏切る気？かわいいな、あのノイズかわいいな。昔の仲間を始末しろなんて言われたと思ったら、その次は参加者たった一人だ。なんだそりゃ、汚すぎるぜ。俺はもう我慢の限界だ。だからおめえら全員ぶっ潰す。おうおう、若さが眩しいね新人。でもよ、よく考えてみ、お前さん明らかに負け戦だよ。こんな泥ぶれ乗らないよ普通。そうよ、死神やめて参加者と契約するバカどこにもいないわ。俺は泥ぶれなんて乗ってねえ。そもそも泥より船なんか使えねえ。いやー、仮面ライダービルドのバンジョーを匂わすようなこのビートの性格、納金っぷりな。好きだわこういうキャラ。おいヘッドホン、俺と契約だ、文句ねえよな。ああ、わかった。いいねこのペア、行くぜヘッドホン。ああよっしゃ、勝利の法則は決まった。行ったるぜ。でもビートいねえ。あ、ビート来た。わあ、コントローラー。なんでこのタイミングでコントローラー。あ、そっかそっか、 2D プレイ設定してなかった、そういうことか。今ジョイコン一つで操作してるんですよね。一丁上がり、え、大したことねえな。調子つきやがって。次はこれよ。いや、ワンサがワンサが来る。おいヘッドホン、とりあえず逃げんぞ、こっちだ。逃げ足早いな。ちょ待てよ。何逃げてんのよ、待ちなさい。戦う意味ないもんな。まずは上に報告だ。これはお仕事の基本でしょ。その方がもっと楽しい仕事ができるって。それもそうね。カリアのおかげでウズキがあれやね、冷静なえるっていうかさ。いいコンビやわ。よし、なんとか逃げ切ったな。とりあえず助かったのか。おいおいおい、なんだなんだ、情けねえな。もしかしてビビって泣きべそ書いてたんじゃねえだろうな。なんだそれ、書いてるわけないだろ。てお前どうして俺と契約を。だってよ、おめえがあまりにも情けなさすぎてだったから。あれ見たらしょうがねえだろ。この時のね、このノイズも可愛いんだよ。そうそうか、とにかく助かってよ。おって勘違いすんじゃねえぞ。これまたあのダーってやつね、ダーって時の顔。仮ライムのペンダントだ。別にひょったのをただ返しただけだろ。もしかしたらそれだけの理由で俺を助けたのか。それにお前死神だろ。それなのに参加者と契約してまずくないのか。ダーダー来た。ダーいただきましたよ、本日のダー。契約できたんだからどうでもいいだろ。お前背中の羽がなくなってるぞ。お、死神じゃなくなった。確かにいねえな。大丈夫なのか。死神なんざ何の未練もねえ。どの道あいつらのやり方にもいい加減我慢できなくなったしな。俺はこっちの方が性に合ってるわ。てかおめえこそお坊ちゃまみてえなやつと組んでたのに、どうしてまたゲームに参加してんだよ。俺はさあ、前回の吉田編の7日目ですね。あのあと何があったのか。ゲーム終了、どうなってんだあいつは。吉田どこだ。静粛に。おめでとう、ゲームの勝者。今回もよく勝ち残った。君の功績を称えよう。そして我々への協力に感謝する。協力？あんたに協力した覚えはない。あ、反逆者南本の始末。
俺から出題させてもらった。クソ、俺たちを利用したのか。ヨシアは、あいつはどうなった。消えたよ。君を課題、南本の大技をまともに食らった。南本の共に消息不明、おそらく消滅だろうな。あいつが俺をかばった。どうして。パートナーとして君が大事だったんだろう。パートナー。しかしパートナーとはいえまさかかばうとは。馬鹿げているとしか思えないが。俺のせいだ。俺はお前のせいで死んだって、お前に殺されたってあいつに言ったからだ。一方的にあいつを犯人で決めつけて当たり散らして、あいつのせいじゃなかったのに。それを気にしてあいつはパートナーなのに、俺はあいつのことを信じられなかった。最低だ。俺まだ謝ってない。あいつに、ヨシオに謝ってない。パートナーを失い悲しんでいるのかな。でもその必要はない。彼はもともとエントリーすらしていなかった。友人に存在していなかったということは、存在していなかったものが消えたとしても消えたことにはならないだろう。なんだと。それに彼は重大な違反を起こした。生きながらも友人に紛れ込み死神のゲームに参加した。生き人の参加、これはあってはならない事態だ。よって違反者と契約した君でも、連帯責任で処罰が下される。君はここで消滅してもらう。本来ならな。今回君が我々に協力した功績は大きい。君にはペナルティ付きでゲームに再参加してもらうことになった。もちろん拒否権はない。再参加？ちょっと待て、四季は？四季はどうなんだ。今回のゲームは無効だ。エントリー料は持ち越しのまま次のゲームに参加してもらう。それがペナルティか。いや、君のペナルティは今後一切再参加を認めないという、君にとって次は最後のゲームということだ。ふんふんふん。さて、次回のエントリー料を徴収する。卑怯ではない。参加者は参加ごとに新規エントリー料を払う決まりがある。これはコンポーザーが制定したルールだ。俺は権力では変更できない。残念ながらな。くそ。今度は何を取るつもりだ。心配はない。すでに取ってある。大事なものでしょう。これ以上何がある？お金？名誉？地位？グラサン目。汚い野郎だ。参加者をエントリーに取り上がるなんて。けど、どの道俺はゲームに参加するしかなかった。死刑もエントリー料として捉えたままだ。だから、俺は負けられない。俺をかばってくれたヨシアの命も無駄にはできない。俺は絶対に勝ち残る。よし、わかった。ヘッドホン、今から俺に付き合え。俺は行かなきゃなんねえ場所がある。渋谷ガード下だ。行くぞ。無視かよ。おい、待て。さあ、ミッション無視しちゃうっていうね。まさかの。お、通れない。壁か。赤いパーカーの死神がいない。今日はこの先に行けないみたいだな。うお、うざって。時間がねえんだ。俺を遮るものは全てぶっ壊す。壁壊した。めちゃくちゃだ。俺が進む道は俺が作る。時間がねえ、急ぐぞ。はい、イノシシか。ペース配分。いや、でも壁を壊せるんだったらね、優秀だと思うよ。ペース配分も大切だけど。さあ。確か渋谷川、ああ壁があるんだよね。ヨシオがこの先に行きたがってたな。おい、ここにも壁が。行って、まあ、そうなるだよね、まあ、そうなるわ。キーバッジ持ってんのになんで壊せるんだ。キーバッジ、死神が担当エリアごとに持ってる鍵。鍵なんて持ってるのか。ああ、だからさっきの壁は開けられたんだ。力技じゃなかった。めんどくせんだよ。通れれば開けるも壊すも同じ。あ、でも壊すのは本当なんだ。普通に開けろよな。壊してもらう方がすっきりすんだろ。そんなことしてたらクリアする前にバテるぞ。うっせえ、そんなことはいいんだよ。だ
なんで入れないんだ。鍵が違うんじゃないのか。なんだ、そういうことか。ビートのノイズちゃんがいい子いい子してるよ。それにここはマルシーとは逆方向だ。時間がない。今はマルシー急ぐぞ。ちょ、待てよ。さあ、この先ね、何があるんですかね。みんな行きたがってるけど、知ってるんだけどね、何があるかは。北道指揮者、死神の造反が発生しました。そう、美と大助の城。声、名前がバレちゃうっていうね。4文字だもんね、名前すごいよね。北西様の匿名を受けていた新人死神。そうか、この件につきましてはゲームマスターである私が対処します。問題ありませんよね。いや、小西、君は待機だとおっしゃいますと。彼の対応についてはコンポーザーと協議する。お言葉ですが、北西様、問題の死神は在職期間たった8日の新人でポイントもゼロ。消え去るのも時間の問題かと。コンポーザーのお手を煩わすまでもないのでは。口答え。罪は等しく罪。誰が犯そうと全て病院罰する。違うから。あの新人死神、猿でも分かる負け戦の加担。常識で考えるとそんな選択ありえません。初日でゲームを終わらせる私の計画は台無しです。そういうことね、狂わされたのね。私の分析に誤りなど存在しないですから。こういう計算系の人はね、自らの計算を狂わされるとちょっとあれだよね。さて、今回もね、2周目っていうかチャプター選択でやってるんで、アイテムがねここにあるんですよ。なんだこの箱。これは、あ、ブレザーの女子制、なんで女子制服がこのとこにあるの。あのレプリカね。これを着て街を歩けば誰もが振り返る。ネクに着させるか。さあマルシー行きましょう。マルシー、この道を通りたければこのノイズを倒してみろ。ノイズなんざ蹴散らしてやる。いいかヘッドホン、俺の足引っ張んじゃねえぞ。俺のやり方はあれだ、ポーカーのフラッシュみたいなもんだ。分かったような、分からないような。あとは戦って掴む方が早い。行くぞ。いきなりか。いやもう散々なんか一緒に戦ってるから。そう、ビータはね、あのシンクロ技はこういうカードゲームなんですけど、同じカードをね揃えればいいって感じで、いらないカードは上にスライドする。タップでいいのかな。タップすると消えるんで揃えていくって感じですね。一番難しい。パートナーのシンクロ技で本当ね、一番なんか運任せなんで、ね、最初手札次第なんでね、これ。あ、これいけるか。これ一番苦手だわ。3.7 か。うまくね、行くときは行くんだけどね。4.7 とか。手札次第やな。どうだ、分かっただろ。いらないカードを飛ばして並べて、運と消え、運だもんね。もう自分で行っちゃってるわ。まとめてドカーって感じだ。全く分かんないぞ。うるせえ、分かれよ。俺もよく分からねえんだよ。はっ、お前自分の技だろ。ライムが。俺の技はそうだって言ってたんだ。ちょいちょいライムの勝手言うのやめてくれ。悲しいじゃないか。気晴らし、もう一回、もう十分だよ。よし、これからもガンガン行くぞ。条件達成を確認した。熱い視線。なんちゅうバッチや。さあ、マルシーつきましたぞと。お、タイマーも消えたぞと。タイマーが消えた。あと6日、親足引っ張んのよ、ヘッドホン。その前に聞かなきゃならないことがある。契約できたし、ゲームができればいいだろう。パートナーを信頼しろ。生き残るために必要なことだ。
そのためにお前に聞いておきたいことがある。今回のゲームは絶対に失敗できないんだ。分かったよ。で、なんだよ。借りを返すために俺を助けたって言ったよな。俺と契約した理由、本当にそれだけなのか？リスクは見合わなすぎる。リスク？なんだリスクって。は？難しいことは分かんないけどよ。俺にはやんなきゃなんねえことがあるんだ。やらなきゃなんねえこと？俺は、梱包材になる。なんだこのワンピースみたいな。俺は、海賊王になるみたいな。少年漫画みたいなね。お、造反者、模範者、造反者の死神職を解く。今後は参加者として対処だ。小西、君はゲームマスターとして確実に二人を消去すること。できるかな？当然です。ならばいい。念のため、全死神に解放バッジの装備を義務付ける。解放バッジをですか？解放バッジは戦力増強には効果的。しかし、深刻な副作用を伴います。すべてはコンポーザーのご意向だ。これ以上殉職者を出すまいとするコンポーザーのお心遣いだろ。やっぱ殉職してるんだよね。あの牛東沢とか南本。エマージェンシーコール。了解しました。おかしい。新人の造反程度でここまで問題視されるはずがありません。これは何かあるはずです。私もこうしてはいられませんね。正確に状況を把握するために、情報が必要です。私の計画に必要な情報が。はい、1日目が終わった。常識、非常識、ベストマッチ。はい、ということでですね、今回はここまでにしましょう。ビート編残すところあと6日。ビート編っていうかネクのね、ラストゲームあと6日ですね。はい、まさかまさかの参加者が今度はエントリー料として捉えてね、死神だったビートとこの2人だけなんでね、残りは残り6日間生き残ることができるのか、こうご期待ください。はい、このチャンネルではこのゲーム実況の方をしております。よかったらチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またねー、バイバイ。